はいどうも、ケイキングです。今日はですね、サガス3、続きやっていきましょう。ねえ、マッチに戻って話を聞くってとこでしたね。はい、前回ネメシスを助けてね。この町の南西に見える山が、橋山です。機内を経由して、行けるはずですよ。よし、こっち OK。まあ、とりあえず、ここやな。はい、話しかけときましょうか。はい、ズカウバですね。私は、クレネ僧の命を受け、聖なる防具を作る、旅をしている。雲の上の町、クラウドに来ることがあれば、ぜひ寄ってください。で、これ取ることできなかったことね、宝、取っときます。はい、闇の石ですね。闇の石をゲット。あとは、あと誰かおるかな。あー、こいつね。石化になったやつね。石になったやつですね。君たちがフェンリルを倒してくれたんだね。ありがとう。はい。まあ、これでいいかな。もう一回ちょっとこっち話聞いとく。ありがとう。おかげで呪いが解けました。橋戸山にいるバルザイに、お会いくださいと。かつてソウル神とセスロスに乗り、神々と戦ったことのある私の師匠。ズカウバさっき言いましたね。はい、それじゃあ行きましょうかね。じゃあまずはここからね、ちょっと定期船乗ります。前はね、今はまだ出てないよっていうかね、出すことできないよみたいにね言われたとこですね。ここ機内駅、定期船まもなく出港。さあ乗った乗った。はい、これで機内屋について、まあとりあえず情報収集ね、しましょう。ここは商売の街、キナヤ。あんたも何か買わなきゃ損よ。ここでちょっと買いたいんですよね。魔法買いたいですね。武器、防具はまあ、いらないですけどね。水晶岬のシャルルは、元ステスロス乗組員だったそうだ。バルザイは、ステスロス乗組員のリーダー。彼を仲間にすれば、他の者も仲間にできるだろう。まずはバルザイね。そして、まあ、ここね、いろいろショップあるんですが、ディオルってやつが、ポートルの町へ船で渡ったそうだ。ね、この辺ね、まあ、いろいろ売ってるんですけどね、一応ちょっと軽く確認します。魔力の実とかね、まあ、コテージ。まあ、この辺が出てきた。あとはドラゴン系ですね。と、まあ、ミラ系。まあ、買ってもいいんですが、まあ、今、装備してるやつとね、まあ、そんなに。うん、まあ、買える必要もないかなって感じですね。で、武器とかは、はい、こんな感じ。まあ、今回、人間で戦ってますんで、まあ、これを獣人とかで戦うのはね、また、相性のいい武器とか変わってくるんですけどね。とりあえずいいか。じゃあちょっと下行きますね。こっちも店並んでるので、まあ、まずはちょっと魔法行きます。こっちの欲しい魔法あるので、これですね、ヒール。これとりあえず4つ。まあ、あとこの辺は、まあ、サンダーが2つにしとこうかな。で、とりあえずヒールはね、これ全員。待望のね、全体回復です、これ。で、こっからはね、ほんと全体こう、全体攻撃？全体回復。回復だね、俺。全体回復がないと、もう厳しいですよ。もう、ボスはね、もうほんと全体攻撃で、しかも、結構ね、攻撃力高めとかでね、もうバンバン使ってくるので、まあ、それで回復しないと、まあ追いつかないと。ここはいらないですね。はい、ここはもう持ってる。で、こっちは？ああ、トルネドか。まあ、トルネド、買っときます。まあ、またちょっと魔法は変えるかもしれないですが、とりあえずまあ、こんな感じで、覚えさせとこうかな。よし、とりあえず魔法 OK で、ここは道具やったかな。で、ここが防具かな。はい。防具は一応こんな感じだね。まあ、ちょっと軽く。はい、こんな感じと、あとここ。
はい、まあ、こんな感じですね。まあ、攻撃がね、まあ、素早さを上げるのか、まあ、防御を重視するとかさ、まあ、人によって変わるんでね、この辺はね。まあ、魔力を重視するのかとかね。まあ、特にこのエスパーをさ、魔力重視の装備するのか、まあ、素早さ重視の装備するのかとかね。はい。まあ、一応こんな感じですね。まあ、買ってもいいけどって感じやね。よし。とりあえず、ここは OK。あとは話してないやつはおらんかな。うん、いいかな。じゃあ行きましょう。次。次と行きます。敵は逃げる。とにかく逃げる。さあ、逃げるぞ、敵は。はい、次はね、ここ。橋山、行きましょう。まあ、宝回収したいですね。道は、そんなに覚えてない。じゃまず左を攻めよう。光の石、オッケー。光の石手に入れた。じゃ、ちょっと次は右攻めましょうか。敵はね、これは逃げます。まあ、今回も戦闘はね、しないです。ボス戦、あります。ちょっと、ネタバレになるけどね。ボス戦あります。あっこい宝ありましたね。ただ、こっち、いや、ちょっとまず右潰しとこ。宝はまずあっこにやって、さらにちょっと上、よし、オッケー。ないね。まあ、あの宝はしっかり回収しよう。はい、この辺は逃げて。やっぱ3のね、BGM もね、やっぱいいわ。このフィールドの BGM とかもね。ああ、体育館マントやね。いいですね。炎耐性つきますね。さあ逃げる。ここのボスが炎を使ってくるんでね、まあ、装備してもいいかもしれん。まあ一応装備しとく。 HP で言うと、まあミルフィかポルナレフのどっちかやな。まあポルナレフにしとこうかな。はい、につけておきます。さあ、いた、誰かいるぞ。バルザイですね。神よ、なぜ他の世界を破壊してまで維持を進めるのです。人の子よ、これはそなたが口を出す問題ではない。大いなるラグナシンの意志なのだ。これ以上話しても無駄だ。そなた知りすぎたな。生きては帰れんぞ。待てよ化け物、このじいさんをお前の餌にするわけにはいかん。誰だ貴様、この世界の者が神に逆らえると思っておるのか。人々を苦しめて何が神だ。さあ、ベリアル戦やっていきましょう。ベリアル、そうですね、ちょっとサンダガ使っていこうか。サンダガの、まあ、サンダガでいこうか。さあ、全体攻撃。まあ、こんな感じですね。今、炎耐性つけてるので、炎に強いで、ダメージね。まあ、抑えることはできると。ドラゴンソード。さあ、サンダガどう ?160 か。まあ、やっぱ攻撃の方がいいね。ネメシスはね。武器。で、ここでね、さっき買ったね、この魔法、全体回復ね。いや、これがないときつい。で、ここはもうサンダガで攻めましょう。で、こいつはまあ武器ですね。武器で攻めます。さあ、ドラゴンソードで390。まさかり440。はい、いいですね。いいダメージ出てますね。さあ、サンダガで攻撃566。ちょっとお任せやめとく。お任せやめましょうか。戦うで、まあでもここはもうサンダガで
大丈夫ですね。ちょっとトルネードも打ってみっか。耐性とかね、ちょっと忘れたんですよね。覚えてるところもあるんですけどね。もう忘れたとこ、ほんと忘れたわ。ちょ、いろいろ使おう。まあ、これね、クエイク手に入れたとき、全体の攻撃魔法手に入れたときに、もうこれが来たら、ザコ戦というかね、普通のまあモンスター戦、楽なんですよっていう話して。で、こっからね、このもうヒールなんですよね、これ。もうヒールを使って、まあ、殴っていく。もうそれで、大体勝てるんでね。トルネードにしよう。まあ、武器で。ぼちぼち終わりそうやな。380。で、まあ、全体回復ですね。はい、トルネードで攻撃。メリアルは身を守っている。さあ、ここは攻撃、ここはもうトルネード、トルネードでいきます。で、武器、武器と、まあこれ強いですけどね。まあ全体回復あればまあ怖くない。さあ、ドラゴンソードで攻撃、マサカリで攻撃、で、トルネードね。トルネード、トルネード見た目もいいね。ここは全体回復しといて、まあ攻める、攻撃、攻撃と。まあ、問題ないね。はい、ベリアル倒しました。敵をやっつけた。990の経験値。そなたたちは、あなたの言っていた他の世界のものです。僕たちの世界は今海に沈もうとしています。それを食い止めるため来ました。そうですか、助けてもらった例に何か手伝えれば良いのですが。なら一緒に戦いましょう。武器を持ってではなく、セスロスに乗ってほしいんです。おお、そなたらはセスロスを手に入れておるのか。ならば喜んでご一緒させてもらおう。まず北の水晶岬にいるシャルルを訪ねるといい。それからその宝箱に聖剣の一つがあるはずじゃ。忘れずに持っていきなさい。大和ふもとにステスロスを呼び寄せておきました。先に乗っていってください。承知した。はい、これでね、バルザイがね、乗ってくれることになりました。で、ソロモンソードをゲットということで、まあ、今回はここで終わりたいなと思います。で、次はシャルルに会いに行きます。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。